あ、ガッキーさん、あの今日ね、村山さんと第11回なもう公開をやってるんですけど、あのこの前あの01、7月21日01の名古屋大会にガッキーさんに久しぶりに会いまして、ガッキーさん新幹線間に合ってよかったなと思うんですよ。であの後私タクシー拾おうと思ったらなかなかタクシー拾えなくて、あの後20分ぐらいガッキーさんがタクシー乗った後あの場所に20分ぐらい立ってって、やっと20分ぐらいしたタクシーが一つ出てきて、それ乗って帰ったっていうことで、あれガッキーさんをすぐあれ拾えてよかったんですけど、あの後私拾おうと思ったらもうあそこへほとんど走ってなくてね、走っとっても客が乗っとるばっかりでね、なかなかと拾えなかったんで、だから20分おったんですよ、あの場所に、ガッキーさんのあの場所に。で、あれでね、なんとか帰れてね、あのタクシー乗って家まで帰ったんですよ。ラムゼロは良かったですね、うまい。ガッキーさん、カメラ買ったんですか？そうですね、カメラって私カメラあの買ったことないから、昔から写真撮らないタイプだからカメラとか買わないんですよ。だからすごいなと思ってね、あのキャットファイトとか見ると皆さんすごい高級な高そうなカメラいっぱい持って撮影してるんですけど、すごいなと思って、あれでよ水鉄砲でね、あれでカメラを壊したりした人置いてるんですよ、水鉄砲の水がかかってカメラに、カメラ壊れたとかね、うん、